麻婆春雨アリジョージュ。麻婆春雨は、春雨とひき肉等を炒めた創作中華料理。1981年に、長屋園が家庭向け惣菜の素として販売したことで知られる。1979年、長屋園は当時開発企画室長であった、能登原敬をブラブラ社員として任命。日本だけではなく、世界中を旅行、レストラン、料理店を食べ歩くうちに、とある料理店で食べた濃味の中華スープからヒントを得て、春雨と豚肉、タケノコ、キクラゲ、ピーマンを使用した惣菜、麻婆春雨を開発する。麻婆豆腐と同様の味付けをした具入りソースと春雨などがセットになっており、他の材料を用意せずそのまま調理して完成することが特徴。1981年11月から九州地方で先行発売。発売後、月商1億円の売り上げを達成し、西日本、信越まで販売地域を拡大。長屋園の麻婆春雨はヒットし、後のチャーハンの素や寿司太郎の開発のノウハウ、販売するきっかけになっているという。長屋園の麻婆春雨は1983年には和田アキ子の CM で爆発的ヒットし、年売上7億となる。1988年には年10億円、1994年には年13億の売り上げとなる。1997年には年30億円の売り上げを達成するも、この頃になると類似商品が市場に進出している。同年には県民食品の麻婆ビーフンに対して販売差し止めの裁判も起こしている。1999年には味の素からご飯が進むくん、麻婆春雨、丸美屋食品工業から春雨シリーズがそれぞれ発売されている。なお、類似する古典的な四川料理の一つとして、アリジョージュがある。日本では、麻婆春雨の方が知名度が高いため、アリジョージュを麻婆春雨と称して提供する店舗もある。ありがとうございます。